徳川家康が名付けた地名浜松。29歳から45歳まで家康が居城とした浜松城は、天下統一への足がかりとなった出世城。徳川幕府を開いた名将の歩みに思いを馳せながら、歴史ロマンあふれる旅はいかがでしょうか。もう一度、今一度、体感浜松。